バトンルージュ市の紋章イーストバトンルージュ軍バトンルージュは、アメリカ合衆国ルイジアナ州の州都であり、ニューオーリンズに続き州内、第2位の規模を誇る都市である。ただし、2005年のハリケーンカトリーナ後、ニューオーリンズの人口が激減したことにより、一時的では、あるが、両都市の規模が逆転した。2000年現在の国勢調査で、 バトンルージュの人口は227,818人だが、ハリケーンカトリーナ語は約30万人まで増加したと言われる。イーストバトンルージュ軍の軍庁所在地でもある。九州庁舎フランス語のバトンルージュは赤い杖を意味する。昔インディアンがカリバの境界に杉の木を赤く染めて標識としたのにちなむ。 1699年フランス人によって最初の植民が行われたが、フランス領ルイジアナ時代は小さな町に留まった。1803年ルイジアナ買州によって合衆国領となってから発展し、1817年市政施行された。1849年州都がニューオーリンズから移り、南北戦争中一時ニューオーリンズ市に戻ったが、1882年には、 再びバトンルージュに戻った。バトンルージュは北緯30度27分29秒成形91度8分25秒に一致している。アメリカ合衆国統計局によるとバトンルージュは総面積204.8平方キロメートルである。このうち199.0平方キロメートルが陸地で2.81%の5.7。 平方キロメートルが水地域である。ルイジアナ州庁舎2000年現在の国勢調査で、この都市は人口22万7818人、8万8973世帯及び5万2672家族が暮らしている。人口密度は1144.7平方キロメートルである。489.4 平方キロメートルの平均的な密度に97,388件の住宅が建っている。この都市の人種的な構成は、白人45.70%、アフリカンアメリカン50.02%、ネイティブアメリカン0.18%、アジア2.62%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.49%、 および、根結0.96%である。人口の1.72%はヒスパニック、またはラテンである。この都市内の住民は24.4%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が17.5%、25歳以上44歳以下が27.2%、45歳以上64歳以下が19.4%。 および65歳以上が11.4%にわたっている。中央値年齢は30歳である。女性100人ごとに対して男性は90.5人である。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は86.3人である。 この都市の世帯ごとの平均的な収入は3368ベ米ドルであり、家族ごとの平均的な収入は4266ベ米ドルである。男性は34893ベードルに、対して女性は23115ベードルの平均的な収入がある。この都市の一人当たりの収入は18512ベードルである。 人口の二十四点零パー24.0%及び家族の十八点零パーセントは貧困線以下である。全人口のうち十八歳未満の三十一点四パー31.4%及び六十五歳以上の十三点六パーセントは貧困線以下の生活を送っている。事件の概要は以下に詳しい。日本人留学生射殺事件参照。アメリカを愛した少年、カモノミノリ。 高段九1993年 ISBN4 から06から20万6719から6、6 6フリーズ。ピアースはなぜハットリくんを撃ったのか、平木克美、ティム・タリー、集英社、1997年 ISBN4 から08から77万5168から6 US、US ギャザティア・ファイルズ、2010、2000、&1990、 ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。http。コロ www。センサス。gov。スラッ www。g a z e t t e e r スラ z。html。二零一一年四月二十三日閲覧。アメリカン・ファクトファインダー。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。 http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。